般人を守れ。怪物を駆除する。シーリ、勇気を見せろ。怪物はアルファ型です。我々の敵ではありません。住宅地だ。すぐに駆除しないと被害者が出ると。死にたくない。シーリー、しっかりついてこい。飛行機アタック。地中から怪物です。死にたくない。穴を掘って地中に隠れていたようです。アタックモードに行こう。怪物が地中に潜れるなんて。落ち着け。駆除するぞ。シップの残骸を回収したことで金色の装甲を破壊する方法が分かるかもしれません。新たにニューヨークで2機、ロンドンで3機のテレポーションシップを撃墜。我々は戦いの主導権を取り戻しつつあります。そんな簡単な相手ではない。敵のプラン A を妨害しただけだ。必ず次の手を打ってくるぞ。実は我々もそう考えています。ですが敵がプラン B を実行するまで多少の時間があるはずです。今敵の戦力を削り取っておかねばなりません。我々もここで勝利する。制圧完了。総司令官より全兵士へ。出現した飛行物体の中に圧倒的な質量を持った超大型船が確認された。空から落ちてくる塔はこの船から射出されている。我々はこの船をマザーシップと命名した。マザーシップの撃沈こそ
我々の最終目標である。あのバカでかいやつのことか。あれを破壊すればエイリアンはおしまいってわけか。敵の母船が分かっているなら撃沈すればいい。勝ち目はある。なお確認されたマザーシップの数は10隻、世界各地に分散し塔を射出し続けている。我々は10隻のマザーシップを撃沈しなければならない。あんなのが10隻もいるのかよ。いくら空軍でも10隻も落とせるかどうか。大したものね。本当にルーキー？怪我人は手当てをして、まだ数体の怪物が残っているようです。ウィングダイバー、ほとんどの怪物を駆除した。残りはわずかだぞ。民間人が逃げてきます。怪物は穴を掘って移動していたのか。欧州に現れました。市街地上空で静止しているようです。何か始めるつもりか。我々はこれをチャンスと捉えています。マザーシップへの攻撃作戦を立案中です。空軍による攻撃は失敗に終わっています。ですが地上から接近することでマザーシップにダメージを与えられる可能性があります。